それではまずバランストレーニングをしたいと思います。ゲレンデの中で真っ平らなところを見つけてみてください。板を履いて立っても滑っていかない場所ですね。そこでトレーニングをしていきたいと思います。はい、では両足をはめた状態でバランスをまず取ってみましょう。まず意識してほしいのは目線です。目線を体の正面の高い位置に合わせてください。足元を見ないようにしていきましょう。高い位置に合わせたら今度肩の位置をチェックします。肩の位置をチェックするために肘です。肩の次の関節の肘をしっかり意識して肩の高さまで上げていきましょう。そうすると自然と肩が同じ高さに上がると思います。この右肩左肩を同じ高さに上げるのがポイントです。まずこの位置を見つけてあげる。次はポンと低い姿勢をね、取っていきます。低い姿勢を取るときに意識してほしいのはブーツのすねの端の部分です。端の部分に自分のすねがポンと当たっていることを意識してください。これを意識しないと低い姿勢を取って膝を曲げたのにあ、ここに当たってないなっていう方はお尻が後ろに下がっている証拠です。しっかりとすねの部分が端にトンと当たるところにね、膝を少し落としてあげてください。はい、これを使ってちょっと上下運動をねしていきましょうか。はい、低い姿勢を取るときは肩を下げてリラックスします。はい、この状態で先ほどの高さまで上げていきます。下げる上げる下げる上げる。はい、右肩左肩の高さをしっかりチェックして同じ高さで上がっているようなら今度は飛んでみます。はい、はい、この時に意識してほしいのは肩がしっかりまず同じ高さに上がっていること、あとは体の前や背中側に振っていないことをチェックしてください。左肩右肩がしっかり対称の位置にあるかどうか、対角線上にあるかどうかを確認して踏み切るようにしてあげてください。特に体の前に手を振ってしまうと人間はつま先ジャンプになってしまいます。また体が肩が背中側に持ち上げてしまうとかかと側でジャンプすることになってしまいます。しっかりフラットでジャンプするためにはこの横の位置キープしながら真上に持ち上げてあげるように意識してくださいね。このポジションを保ったところから真上に上げていきます。はい、しっかり今度は進行方向、レギュラーの方は左、グーフィーの方は右を向いてポンと膝を落としていきます。この時の、肩の位置、これを意識してあげる。しっかりと横に下げリラックスした状態を保ちながら上に上げてあげます。はい、行きます。フラットでジャンプです。はい、この時にしっかり自分がフラットを保てているかどうか、チェックしてください。トゥーエッジに乗ったりヒールエッジに乗ったりしている場合は手の振り上げる方向もしくは低くなっている姿勢っていうのが悪くなっている可能性が高くなります。しっかりフラットです。フラットで飛んでフラットで着地です。はい、この時にもう一つ気をつけてもらいたいポイントがあります。低い姿勢を取る時にポンと低い姿勢を取った後にあとは伸び上がるだけということです。これがキッカーに実際入っていく時のアプローチの姿勢、そこから上に持ち上げるだけ、それに集中してください。多い間違いとしてアプローチの姿勢を取った後に飛ぶ瞬間もう一回低い姿勢を取ってジャンプする方が多くいます。ただこの姿勢しっかりとポジションを保てる方であれば頭がぶれないのですが、一瞬で下げるということはこの位置から頭を上体の軸の、位置からずらしてしまう可能性が非常に高くなります。この勢いをつけて最後の最後でギュッと反動をつける、飛び方はあまりお勧めしません。しっかりと軸を保って一発で飛んであげるように意識してあげてください。
Thank you.